私の会社の商品少し紹介いたします。環調そのもの同じで成分同じなんですけども、量がそれぞれ年齢によって違います。これが赤ちゃんから6歳までという小学生までですね。で、これ小学生が 20g という形であります。で、 10g、20g、それで大人の方は30g なんですけど、これはまあ30たくさん入った方をちょっと今紹介しています。まあもちろん2個入りもあるんですけども、これは 30g の20個入っています。さっきのこのパッケージとちょっとイメージ違うと思うんですけど、実はまあ大人の方は少しまとめて買われる方多いですし、それからまあ化粧品のような感じで干潮って大きく目立つと嫌だっていうお客さんが多いもんですから、部屋の隅に置いててもあまりこう目立たずにですね、薬っぽくない、パッケージにしています。これが寿干潮パステルという名前で、販売しています。成分中身は全くみんな同じです。それがこれがもう一つ最近、まだ1年以内ですけど発売されました。一押しの 40g、まあ、非常に工夫された商品でして、ノズル部分がウェーブになってたりですね、長い、それから押しつぶしやすい蛇腹タイプになっています。まあ、当社としては、まあ、一番ですね、お客さんにのニーズに合わせた最高峰の商品と思っています。はい、それからですね、まだもう一つ皆さんにお伝えしたいのが、私もねキャンペーンなんですけども、実は11月1日から2ヶ月間ですね、こういうマフラーですね、マフラーのキャンペーン、どうして干潮の会社がマフラーのキャンペーンをやるかということなんですけど、実はちょっと見ていただきますけども、こういうマフラーでございまして、これ実は大腸をデザインしております。大腸、小腸、大腸、腸をですねデザインしています。これをこう首に巻いていただく、このキャン、ここにもありますけども、大腸は今や幕時代というふうになっていました。このですね、美人モデルが巻いてますとカッコつくんですけど、私が巻くと全く様にならないんですが、こういうちょっと変わったマフラーデザインでですね、皆さんに腸にもう一度関心を持ってもらおうということで作りました。で、抽選でですね30名様に、この日本に他にない腸マフラー、超嬉しいマフラーをですねお届けします。QR コードとか、それから私どものホームページ、いろんなとこからサイトで入っていただきましたら、この2ヶ月間に応募していただいたら、抽選で30名様に、超マフラー差し上げますので、ぜひ振るって応募していただきたいなと思います。まあ、いろいろお話しましたけども、私どもが、まあ、考えてますのは、いかにですね皆さんの腸を健康に保っていただいてですね、毎日健やかな、お通じをですね、していただいて、まあ、健康のもとはおそらく毎日食べる、毎日出すということだと思います。意外と最近のですね、若い女性も含めましてですけど、皆さん毎日ない方が多いですから、ぜひ食べ物、運動、それから精神活動も含めてです、毎日出すようにですね努力していただきたいと思います。そのための、まあ、セミナーもやってますし、それから、まあ、いろんな私どものホームページでもどうすればスムーズに毎日出せるかということもお伝えしてますけども、基本はですね、まあ、睡眠とかそういうのもありますけども、まずはよく食べる、そしてバランスの良い繊維質のものを摂るということだそうです。それと運動、適度な運動をしないと、食べ物が、繊維質を食べてもなかなかしっかり出ないっていうのは弁の先生もおっしゃってますので、しっかり食べてしっかり運動する、そしてよく眠るということだそうです。まあ、いい健康生活を望んでいます。ありがとうございます。